はい、どうもルールカでございます。オーレンサバで活躍しております。とうとうねレベル180になったっていうところで、とりあえずね、毎日の日課で、上げられる実績っていうのはある程度までやれたかなというふうに思ったんで、次はじゃあ何かなって思った時に、まあ、装備はもちろんまだ超越できてないやつだったりとか、強化がねまだ10台だったりとか、一番高くてこのレボリューションソードの17、特性もエリートレベル5まで上がっている。これがまあ一番成長してるかなっていうところで、で、リングに関して、リングってかアクセサリーに関してはもうレベルがもうだるだるもうほんとここら辺の集め方をね覚えていかないといかんなっていうところでございますね。で、課題はそういうところにありまして、で、あとは、装備の、実績、ここを埋めていくことも大事かなっていうふうに思ってて、まあ、そこをちょっとチャレンジしていく。ノーマル攻撃特性の武器のプラス10達成とかね。そこら辺をちょっとこうやって意識してやっていく必要があるのかなと思ってます。で、まずはね、ちょっと合成で、欲しいのがあるので、青背景武器、武器の青背景ないんですよ。なので、そこら辺をゲットしたいってことで、ずっと貯めてまいりました。HR で2つ、まあ貯めたきたっつっても、そんな大したことじゃない、量じゃないんですけどね。はい。まあ、それをちょっとやっていこうかな、少しずつやっていこうかなと思います。防具の方がやってるんですけどね、防具の方が集まりやすいですよね。やっぱり種類が多いからかわかんないけど。ちょっとこれをね、まず合成ラッシュかけていこうかなと思います。合成、いくぞー。はい。じゃあまずレアの方からいきます。僕はね、片手剣かの片手剣推奨なんで、片手剣をベースにします。いきます。来い。青背景。どい。えい。ああダメか。レボリューションソード。まあこれをまた上げてね、やりたいと思います。行くぞ。HR のレボリューションソード。いきます。はい。いや、あれ？ちょっと待って。いやー。来い。あー、ダイナスティーソード。ボス、まあ、ボスモンスター特攻っていうのは、持ってないと思うんですよね。おそらく。持ってました。持ってないか。持ってなかったか。あったか。デュアルレボリューションソードがいらないんでね、次は。ただもう SR から UR ってなると、なんかもう美味しさを感じないですよね。SR ってみんなどうしてんだろう、俺ちょっとよくわかんないんですけど、またちょっとね、HR 磨いてやりたいと思います。よし。じゃあ次は防具だ。防具は、防具は、青背景の兜。鎧、グリーブで固定、一応全部揃っていますね。赤背景も、赤背景は鎧がないのか、だから赤背景の鎧を狙ってます。はい、よ、なので鎧をベースに、作っていきたいなと思っています。まずちょっとレアからいきますか。よし。はい。はい。はい。いけ！頼む！はい。また次の素材になってください。てか、ちょっと鎧足んなくね、これ。
赤背景になった。でもオーラの欲しいのはん、赤背景でよかったんだっけ。混乱してます。赤背景かな、ないのは。じゃあ来たんじゃないこれ。まあでも続けていきます。うん、レアランクの、じゃあちょっと兜いくか。あとはちょっと HR にダイヤ付きのやつで、ちょっとね、ダイヤ付きのやつとかロマンありますよね。 HR じゃねえ、 R ロマンありますよね。これで青背景出たらねえ、売りますよ。どっから声出してるのかわからない。やったー、これどんくらいで売れるかな。やったー、マジ嬉しい。じゃああとこれは昇級させて、昇級で消えちゃうのかな、ランクアップ。あーダメだ、これもランクアップ、ランクアップもあれじゃないとダメなんだ。やったー、マジ嬉しい。さあ残りのやつどんどんやっていこう。防具、あ、ランクアップじゃねえ、合成、グリーブ、よいしょ、いけ。OK です。うん、これ SR からどうしたらいいのかちょっとよくわかんないな。これもやっぱり特性で分けていけばいいのかな。特性で必要な特性、必要ない特性とか、ボス防御とか PVP 防御、 PVP 防御は青だったりするのね。基本のところがね、ちゃんと理解できてなかったりするんで。お、赤背景、ミスリルアーマー、魔物から受けるダメージを 10% 減少。結構出ますね、ボスモンスターから。あ、まだあるや。あ、やっぱり HR からですね、出やすいのはね。 OKOK、 これでとりあえず、赤背景の、防具は全部揃えました。で、あとはエリート防御、ボス防御、あとエリート防御を揃えていけばいいんだ。だからブルーブルズ、これか、ブルーウルブズグローブ、結構あるね。これを UR に昇級していけばいいんだ。 OKOK。 さあちょっとこっちも鍛えていくか。レベル低い方が上がりやすいから、最初は上がんねーし。まさかの上がんねーし。さあ次はね、強化していきましょう。特性強化、特性強化だな。ちょっと死ににくくなりたい。と思ったけど、これきついな。特性強化の石とかじゃないとダメか。ちょっと様子見で。ジャギさん教えて、ジャギさん。したら、強化か。もうちょっと早く借りたいから、レボリューションソードをちょっと強くしていこうかな。あと、この、
クマさんのやつはなんだ、スイートハートソード、これって特性何なんだろう。あ、特性ないね、この子は。スイート、あるじゃん。さて、あとストームブリンガー、これがボスだね。魔物、魔物ですよね。魔物ですよね、これ。魔物攻撃ってなるとフィールド、これ上げていこう。行きましょう、いきます、トン。まあ、ここはねスッと上がっていきたい。 OK10 までスッとスッと行きましょう。はい、分かってました。お願いします。行きましょうよ、お願いします。よし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 、まずはね1個でも上げていく、下がったら1個でも上げていく。あ、いやいやいや、ちょっとね、ちょっとご機嫌がよろしくないのかもしれないですね。 70% なんだけどね。よしよしよし、 60% いきます、お願いします。 100% 目指してるんで、 100% じゃね、 10% 目指してるんで。 OKOKOK、 あざーす。で、50% ね、50% か。ここまで来るともう地獄だな。はい、下がった。とりあえず10目指したい。おし、最初8だったんですよ。今日朝強化したら、強化3回成功目指したら6まで下がりました。オーマイガー、かかるアデナの数は減っていくが、能力は比例して下がっていく。頼む、10まで上げさせてくれ。おし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 、だってせっかくさ、赤武器なんですよ、赤背景なんですよ、使いたいじゃないですか。うん、上がらない、上がるナイツ。うんうんうん、こっからなんですよ。おし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 、7までは何回か見たことあるぞ。俺が見たいのは8以降だぞ。よし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 。あざっす。いやっす。はいはい。ファイファイ。よし、地球。よし。これでもう一個上がれば、加減が10になる。頼みます。頼みます。熱い。ですよね。お願いします。9。ちょうど100なんで、上げてくれ。はっ、うん、うん、もうなんか下がるたびに体に電撃が走るようだ。よし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 、分かりづらい、上がったの。よし、行こうか。頼む頼む。よし、今任務達成って出たもんね。よし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 、あざす。とりあえず10まで上げられれば OK です。 OK でーす。よし、次、やっぱり伸びしろがあるのって言ったら、どっちがいいんだろうな。青背景のグリーブなのかな。行くか、
行っちゃいますか。 PVP 防御、えい、上がるでしょう。おお、やった、いますね、このままわいわい行きますせー、流れに乗るにゃ。下がりました、調子に乗った男の末路ですね。よし、いいぞ、やっぱりまだ強化だね、強化で20超えるところを目指して戦闘力持っていくしかないですね。15ぐらいまでは行きたいな。おいね、15行ったらストップ、15行ったらドクターストップ。あうっ、はい、おしよ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 し、ゲッツ、あ、余計なこと言ったかな。レボリューション。おし。ファンタスティック。おし。おしよ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 し。やっぱゴー様だな。オッケー。15。じゃあこっちのミスリーグローブも。15目指しちゃおうか。行くぜ。まだ助かる。まだ助かる。まだガスカル。あれ押せてない。まだガスカル、それ。ここ、まだガスカル。イエーイ。やった。よし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 。ゴージャス様。王様。行くぜ。そんなバハマ、あ、下がった。調子に乗った。あ、宇宙海賊のゴージャスでーす。下がった、もう噛んだしね、宇宙海賊って言ってたしね。はい、ファンタスティック。おし、15目指してるんで、行くぞ。はっ、下がった、参った、ちょっとのあれだ、ネタがない。レボリューション、 OK。 うわーけわかんねえだろう、これが宇宙海、下がった。もうやらない方がいいかもしれないな。オッケー、スクロール集めないとな、こうスクロールをね集める楽しみがこれで生まれるね。おし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 、15行かせて、せめて、実績も結構溜まってますね、ありがたいことに。あらららら、その頃悟空は違うか。よいしょ、もう何のこっちゃ分かんないやね、もう。上がったか、おし、今上出たから上がったって思いましたよ。フライングゲット、下がりました。あーやばい、語彙数やばい、戦闘力を下げている俺。よし、上がった、12以下になると戦闘力下がっちゃう。もうお金アデナも100万以上使ってるんで勘弁してください。ちょ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 、待って、最初のこう専用のやつを使った効果どこ行ったよ。
これ使い切るパターンだぞ、これ。使い切るパティーンだぞ。後には引けねえパターン、パティーンだぞ、これ。よし。難しいんだよな、マーブルの使いどころって。ああ、17ぐらいなのかな、マーブルの使いどころって。わあ、ダメだ。吐きそう。いいね、上がってきたね。でももう全部使うぜ、俺は。全部使わないと最大でいけない。オッケー。かましたれ。下がった。もうダメだ。ステイかプラス。ステイ。ステイでした。これだけ使ってステイ。はーい。皆さんもお気をつけください。いやー、強化って本当に難しいな。さて、手に入れた鉱石をゲッチュしていきますか。装備。えい。えい。えい。うん。まだ勇敢な闘志のままですね。あ、装備実績もゲットしてんじゃん。おう。え、どこ？あ、これか。装備強化、魔物攻撃、特性武器。よいしょ。クリティカル抵抗、PVP。あー、プラス15達成。グリーブプラス15にしたからか。ね、そういうことだね。OK。まあ、こっからは5ずつでやっていく感じですね。うん。はい。というわけでね、私以上初めてのね、強化動画になりました。まあ、このまま、また貯めて、強化とかしていきたいなと思いますんで、ぜひともよろしくお願いいたします。それでは、バイバイ。